はい、今日はですね、もう夏も終わったということで、秋冬のお洋服をシーンで20着ぐらい購入しましたので、それを全部紹介したいと思います。イエーイ。今回はね、ちょっと私の中では今までシーンで買ってきた中でいっちゃん大当たりなんじゃないっていう感じのラインナップになっております。なのでそちらをまず1着目から、早速やねんけど行きたいと思います。茶色のこういうカーディガンなんですけど、こうふわふわの生地で、こう 肌触りもめちゃめちゃいい感じで、なんかトイプードルちゃんみたいな感じ。丈感的にはもう全体的にこう覆える感じで、手元もこう長いから萌え袖とかできちゃう感じのタイプです。で、多分この日の私は茶色の気分やったんかなっていうのが、もう1着。じゃじゃーん、こちら2着目。なんか前のところがこうバッテンになってて、で私茶色のね、こういうキャラメルブラウンみたいな色のトップスをあんま持ってなくて、でもこういうのってさ、絶対1着持ってたら絶対使うやんかっていうので買ってみました。まだまだ茶色は続きます。まだまだではないか、てか買った時点でこれめっちゃ可愛いと思って買ってんけど、じゃーん。これもうカーディガンみたいな感じなんですが、ファーみたいなついてて、首元に手の先にもファーがついてる。で、前は多分リボンで結ぼうねっていうタイプのお洋服なんですけど、これ真冬っていうよりは多分もうほんまに今やな、今の季節とかぐらいに着やすいかなって感じ。真冬は多分寒いから、ごめん、リボン結びできにかった。で、私意外と茶色のスカート持ってなくて、タイトスカートをよく履くんですけど、タイトスカートそういえば茶色持ってへんなと思って、こちらの、焦げちゃん、もう超無難、どこでも何でも合うであろうタイトスカートを買いました。はい、じゃあちょっとそろそろ多分茶色飽きたかなって感じなんで、茶色以外も行きたいと思います。レザーのスカートなんやけど、私レザーのスカートミニは持ってるんですけど、ロング持ってなくて、パスタみたいなさ、よく言うやん、このパスタ紐ではないけど、これはけどなんか書いてない、なんかさ、パスタのキャミみたいな、パスタのキャミって何と思ってるけど、これが一本パスタみたいなやつになってるっていう意味やったんですけど、これはパスタでございません。はい、なのでパスタのくだりは無視していただいて大丈夫です。で、これがそう、あのキャミーになってて、下の膝下まで長いレザーのスカートで、こちらにスリットが入っておりまして、足がちらっと見えるんですよ。なので秋冬ってやっぱさ、ブーツ履きたいから、私はロングブーツ履いた時にこっから見えるの、わかる？膝下ぐらいからこう、あ、ブーツ出てるってなんねん。それがいっちゃん可愛いから。続きまして、普通に白のスウェットなんやけど、なんかこの白っていうか、なんかわかる、まだらみたいな、白寄りのグレーのまだらみたいなののスウェット、こういうのってどこでも使えんなっていうのと、あとね、お腹周りはぴったりやけど、この足の太ももとかふくらはぎのところは割とこう広がってるというか、フワーンってなってるタイプでも、着たらストンって着れるよねみたいな、なんか形良さそうやなと思って、こちらのスウェットは買わせていただきました。続いて、なんか落ちた、なんか落ちたわ、よいしょ、ちょっと待って、足で取ろうとしてるよねこの体勢って思ってるやんか。でも足で取るしかないね、これ、あの机の下やから。はい、ごめんなさい、本当に行儀が悪くて、足で取れました。モコモコのなんか白クマみたいなテンションのショート丈のアウター、これぐらいのショート丈、しっかりショート丈、パジャマバレるけど、そう、こういう感じ、かわいいかわいい。だからこれ真冬っていうよりは多分冬入りかけぐらいに、中はペラペラで上にこれぐらいがちょうど着やすいかもしれん。で、続きまして、で、これパンツなんですけど、生地的にはちょっとシャカシャカより、シャカシャカよりな感じの生地感なんですが、横にはこういうラインが入ってて、私ベージュっぽい色のズボンとかもあんまり持ってへんから、こういうのありやなと思って買ってみたんですけど、で、こんなんだってもうさ、多分絶対何でも合うやんっていう確定のズボンじゃない。この日は多分レザーをよく見てたんやろうなっていう思うねんけど、自分でも。これもアウターなんですけど、これめっちゃ可愛いねん。これもショート丈、ちょっと強く行きたい日はこういうのもありなんじゃないっていう。あ、いいやん、可愛い可愛い、ショートで、うなに、びっくりした。で、続いてカーディガンなんですけど、これは写真で見た時にめっちゃ可愛いと思って一目惚れをして買ったんですが、お花柄のカーディガンなの。蝶々か、これお花じゃないわ。あ、お花じゃなかった、私お花やと思って買ってんけど、蝶々でした。ところどころこういう感じで蝶々が描いてる。で、手のところとかも
蝶々が描いてる。あ、いいやん、ちょっとダボっと切れる感じで、あ、いいね、この手の、この分かる、ここの部分が可愛いよね。タプってなってる、このルーズソックスの低バージョンみたいな感じのぐらい布が余っている感じが可愛いですよね。花びら1個誰かに脱がれましたみたいな感じ。それともこれはお花として売っているのか蝶々として売っているのか私には分からないんですけど、多分蝶々であろうという。だって花やとしたらここなんで入れへんかったんやろ。でもしかしたらこのお花はあるかもしれんけど、リボンかも、もしかしたらリボンかもせんと、何やろうこれは。でもとりあえず可愛いから、可愛いは確定で。続いてこれさ、私 T シャツバージョンも売ってたんですよ、夏に。でその T シャツどうしても欲しかったんけど売り切れててなくて、トレーナーバージョンがあったから買ってみようと思って買ったんです。でこちら、じゃじゃーん。で私が身長153cm で、でこれ一番でかいサイズを頼んだんよな。身長低い人が XL 頼んでちょうど可愛く着れるって感じかも。この服は腕のところは多分大丈夫なんですけど、下がほんまにあの、なんやろ、ジャストサイズっていうか、めっちゃこれだけでワンピースで着れるっていうよりは、もう上の服として着てくださいねの短さやから、だからダボっと着るにはまたちょっと違うけど、ジーパンとかと合わせて着るにはめっちゃ私は好きな丈か。まあ、続いてもう一個トレーナー買ったんやけど、これも多分ねさっきのと一緒で、これ XL を買ったんですが、 S サイズとか買ってる人がちょっとダボっと着れるかなぐらいの感じのトレーナーです。強めギャルって感じじゃない、なんか可愛いよね。今って感じ、今っぽい。おばちゃんが家でスパッツとして履いてるこの膝上のやつ、私のママは履いてんねんけど、そのなんか T シャツの下にズボン履くのめんどくさいからそのスパッツで過ごしてるんかなっていうのをそのまま外に履いてきたみたいな服、最近流行ってるの知ってます？おしゃれな海外のインスタグラマーみたいな人が履いてたりとかするやつ。ああいうの、私もああいうの履きたいなとか思ってんねんけど、あれって外で履いていいものなのってなるぐらいの感じの。ジンジンはちなみに外で履いていいやつなんて私が履いてきた時に言われましたけど、あの横浜中華街に行った時に同じズボン履いてる人おって、はあ本当だ、最近これ流行ってるんだねって言ってた。そんな感じだから賛否両論あるであろう、あのズボンとかを合わせるのが可愛い。ここからこう黒だけちょっとピタッとこうさ、太ももに沿ったあの黒が出てきて厚底とか合わすのがおしゃれっぽい感じですね。これあれね、グレーのあのニットなんですけど、学生に戻りたかったんかな、もしかしたら。それこそさっきのさ買ってたあの焦げ茶のさスカートとか、ここでやったらめっちゃ韓国人風なコーデとかできそうやな、かわいい。続いてはこれもね、見つけてね、めっちゃかわいいと思って買ってん。ベージュのスカートなんですけど、開いてんねん全部、こう前とかここも開いてんの、横も開いてんねん。だから言うたら中になんか履いとかないとパンツは見えちゃうんだけれども、中にさショーパンとかいろいろ合わせたらめちゃめちゃ可愛いよねっていう。でしかもベルトもついてる、これさっき足で取ったベルトで、ここにベルト、黒いベルトがレザーのやつついてって、で歩くたんびにこう言うたらファサファサ揺れるわけ。秋とかめっちゃ良さそう、もうこれやな、今やな、今とかめちゃめちゃ履きやすそうな生地感。これなんやろ、あーこれか、ちょっと待って、自分で頼んで何かわからんかった。この肩にさこうして、ここがこう腕でさ、ここにこうダボってなってこう肩身しててみたいな、これでショーパン履いてる感じのギャルいっぱいおったやんか、そういうのなんですが、ギャル時代が徐々に戻ってきつつある傾向にあるから、あこういう形確かに懐かしいみたいな感じでありやなと思って買ってみた。デートとか行くときはいいかもね、なんかデート服として。またまたレザーを買ってたな私。あ、さっき買ったのはロングスカートワンピースやってんけど、これはただのスカートですね。私レザーのスカート持ってへんからロングで、だからこの下からブーツがチラッと見える、うわかわいい、ここら辺の足首ら辺からブーツが見えてる、あいいですね。で上ちょっとファーみたいなとかモコモコしたのとか着ちゃって、でなんか斜め掛けのショルダーとかかけて、それが赤とかやったら余計かわいいですよね、赤のカバンとか。あ、いいねいいねいいね、これは使える確定のスカートです。しかもあのタイトじゃなくて広がってるタイプやから、なおさらこの辺から血迷ったのシリーズあんねんけど、ちょっと待って、血迷ってないところから全部紹介しちゃう。これもまた茶色の気分やったんやろなっていうところに一ちゃん初めに戻んねんけど、じゃーん、これ可愛くない？ボアのショートのアウターですね、これめっちゃ可愛い。でこの胸のところにこういう感じワンポイントでラバーのタグみたいなのがついてて、いいやん、可愛い。はい、じゃあ続いて今から私が血迷ったシリーズいきますね。いや可愛いねんで、可愛いと思って買ってるっていうのは大前提な、血迷ってるとかっていうよりは届いてみてこれ実際どうしようのパターンやねんけど、これはまだ序盤。この紫のなんかスーツみたいなアウターなんですけど、いや可愛いね、めっちゃ可愛いし、いや確かにこれレザーのスカートとか合わせたら、あおしゃれやわ、おしゃれです、おしゃれでした、はい。
レザーのスカート合わせたらおしゃれやな。ワンピースとかでちょっとなんかその日は編みタイツとか履いちゃって、編みタイツにロングブーツとかね。あれ全部ブーツやけど、さっきから。でもこんなん序盤、全然ほんまに次多分みんなびっくりすんで、これは本当にいつどのタイミングで着ようと思って私は買ったんやろって思うねんけど、実際届いてみたら可愛いなって思うし、近年、絶対私近年けど、みんなからしたら何をどう真似しろとっていう話やん。でも私的にはこれはめっちゃ可愛いなと思って買ったんです。なんかおしゃれじゃない、こんなん着こなしてみーや。だってこれ着れたらすごいよ。続いていきますね。次もうほんまに今見たやんっていうやつ。そう、今見てん、今見たやんみんな。けどもう一個あんねん、これ。ほら、はい、これね、青バージョン。柄とか違うねん、しっかり見たら。見てこれ、ほら、柄は違う。そう、ちゃんと柄は違うねんし、違うものやねんけど、今見てんけどなって思ってるやんか。だから多分説明も一緒やねん。私的には着るし可愛いと思うし、なんかあ、おしゃれやなって、これ着こなせたらおしゃれやろなと思う服やねんけど、着こなすのむずいよなっていうの、パート2、3ですね。で、多分それに合わせてなのか何なのか、スカートだけ買ってます。これはほんまに覚えてないな、これカゴに入れたことっていう第一位やねんけど、なんでこの青のスカートだけ買ったんやろっていう。けどいや、まあ確かになんかチアリーダーっぽい感じで、なんか海外の女の子っていう感じですね。まあこれとりあえず、あの血迷いゾーンは終わり、まあそうね、終わり。はい、続いてこちら、ピンクのレザーのスカート。ピンクのレザーのスカートってさ、ないやん。ピンクってなんか布系が多くない？ピンクのレザーってあんまりスカートで見えひんなと思って、めっちゃ履くわと思って私は買ったんですけど、え、可愛くね、これ。めっちゃ可愛いよね。で、続いてたださ、多分さ、私この日はこういう気分やったんやろな、がまた出てくんねんけど、わかる？この先見たよね、こういうき、あの、こういうなんて生地もやし、こういう柄っぽいのも見たよねっていう、まあ、これワンピースに上にこのジャケットがついてくるタイプですね。こういうジャケット何個買うねんっていう、今回ほんまに。なんかちょっと綺麗めやからさ、お呼ばれの場にも着ていけそうな感じで、次ラスト。このラストは大正解、ほんまにめっちゃ可愛い。見てこれ、じゃじゃーん。こちらちょっと中華っぽいデザインなんですけど、カーディガンやねんけど、タイタイなのかマーブルなのか、もちもちしてるし、そのカーディガンの生地もめちゃめちゃいいし、厚さもめちゃめちゃいい、ちょうどいい、これっていうやつやし、これ大正解。可愛い、これめっちゃ。今回ね、ほんまに思ってるよりいいものが届いてる。自分が想像してたものより全部めっちゃいい。じゃあちょっと何着か気になるやつを着てみようと思います。まず1着目こちらです。上のボアのやつ、ボアめっちゃ着やすいわこれ。はい、でアウターなのでこう開け閉めできます。はい、で首のところまで隠れるからこれめっちゃいいのと、あとこのズボンを履いてみたんですけど、ライン横に入ってるのも可愛いし、あと着心地がめちゃめちゃいい。で足の先とかもなんかダボダボしすぎてなくて、超スタイリッシュにこうフィットしてる感、めっちゃいいこれ。続いては例のこちらを着てみましたんですが、中にあのレザーのスカートを合わせたんですけど、レザーのとこやっぱこう左足のところが膝上ぐらいからこうスリット入ってるから、めっちゃちょっとセクシーな感じやし、おしゃれで、普通に歩いてたら分からんけど、ちょっと前に出したりとかしたら足が現れるよみたいな感じです。で上は、まあ、ゴージャスですよね。どう見ても首元にファーがあることによって顔が小さく見えるという小顔効果はありますので、これはすごいいいと思います。はい、ただ青が思ってたよりも派手なので、着る場所考えなあかんなっていう。これで歩けるマッチ募集します。これを着て私がお出かけしても変じゃないよね、ここだったらっていうマッチ、コメント欄までよろしくお願いいたします。でも着心地いいし、丈感めっちゃ最高やし、あったかいし、あとここにねパールのこのボタンがついてるんですけど、これも可愛い。じゃあ続いていきます。はい、続いてあのトレーナーね、どれぐらいの丈感かっていうのをちょっと見てもらいたくて着てみました。のとあとスウェットと上にこういうのも羽織ってみようかなって感じなんですが、スウェットがねとりあえずめっちゃ履きやすい素材感と、もう私が超理想とする丈感、邪魔な布がない感じ、すごいいいです。あとお腹のところのゴムがちょっと太めなので、普通のやつよりこう幅が広くて、それが余計可愛い。上のこのレザーのやつとかもこう、わかる？スウェットに合わせたらめっちゃ可愛いやん。後ろ姿めっちゃ可愛くない？そう、こういうラフやけどおしゃれみたいな
感じで着れる。でこれ脱いでこの上のトレーナーのね丈感なんですけど、着た感じはこれあの裏起毛でめちゃめちゃあったかいしサラサラしててすごい着やすいんですけど、全部下ろして私お尻がここやねんけど、お尻が綺麗にスポッと隠れる感じだから、これ一枚だけやったらパンツ見えちゃうかなって思うから、だから下にこういうの履いて着る用のトレトップスかなと思います。オーバーサイズは難しいけど、普通に着るならめちゃめちゃ着やすいしめっちゃ可愛い。私逆にオーバーサイズすぎるのあんま好きじゃないんですよ。そういう人からしたらめっちゃ理想のトレーナーの丈感っていう感じだから、全体的に全部ね今回は大正解ですね。はい、ということで、まあ、今まで見てもらった服たちは全部あの今回もねもう毎度お世話になっております、あの新衣さんで購入させていただいたんですけど、あの今回この動画を見てくれてる人にはもうほんまにびっくりするぐらい、ただでさえシーンってめちゃめちゃこう買いやすい価格帯じゃないですか。けどさらにそのこの動画を見てくれてる人たちに特別に使えるクーポンコードが概要欄に貼ってるんですけど、それが5999円以内のお買い物だったらセール価格より 15% オフ。それでも意味わからへんやん、その段階で。5999円以上じゃなくて5999円以内の人が 15% オフで、6000円以上お買い上げの方は 20% オフされますので、はい、よかったら私の概要欄からクーポンコード使っていただけると、てか使っていただけるとっていうか使った方がいい、シンプルにって感じ、安いから、はい。なのでもしシーンでねお買い物したいなとか今日見た服で欲しいなっていうのがあったら全部概要欄に載ってますので、お買い物楽しんでいただけたらなと思います。あの以上なんですが、今回はまあ血迷いもありましたが、めっちゃいい服いっぱい手に入れたと思ってるから、ちょっと参考にして秋冬のお洋服皆さんもぜひゲットしていただけるとなと思います。まあ血迷いは私ので学んだ結果どうするかは皆さんにお任せします。はい、以上です。さよなら。